はい、次いきます、石川様、はい、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。埼玉県で、県民にとってよろしくない条例が可決されようとしています。よろしくない条例が可決されようとしています。私は4人家族で子供もまだ小さいです。石川様みたいなお金持ちではないので夫婦ともに共働きです。ちょっと嫌味かな。そうした中、児童を留守番させたら虐待、回覧板を回しに留守番させたら虐待、こんな条例が可決されたら埼玉は本当におかしくなると感じています。私たちが住んでいる県が県民のことを考えない議員の奴隷になるのかと思うだけで腹渡がぐりぐり返ります。煮えくり返るのことかな、うん、石川様の発信力でどうかご意見をお聞かせいただけたらなと思い ご連絡させていただきました。長文申し訳ございませんでしたということでいただきました。あ、なんかこれ見たな。あれでしょ、否決されたやつでしょ、結局ね、中止になっだよね。これ元はどういう話なの？俺あんま詳しくないんだけどさ、まあ遠征もしてたしね。すいません、埼玉が最近 お騒がせしておりまして、とあるね公園プールでもグラビアアイドルとかの撮影でよろしくないと言って中止になったりとか、なんかちょっと埼玉のお偉いさんの一部がちょっと頭おかしくて、なんか変なことをするんですよね今年ね。申し訳ございませんね、埼玉からね。まあ市民県民の意識も低いし、子供を残して短時間でも親が不在はダメってや、じゃ言ってることが全然わかんない。なんか占ってわかんない、どういうことそれ。ちょ鼻こじって。埼玉県児童虐待条例を改正、あまりの厳しさに賛否両論。子供の放置を禁止するよという。子供というのは小学校3年生以下を表します。短時間であっても子供だけの留守番は NG。 子供を家に残してゴミ捨てに行くのも NG。子供にお使いを頼むのも NG ということで、自民党県議団が想定する禁止事項の例ということで、ちょっと待って、理解に苦しむな。あ、頭いかれてんのかこれ。どういうこと？子供にちょっとコンビニでマヨネーズ買ってきてができないっていうことと、子供が家にいる状態で、例えば子供が家で朝ごはん食べてる間にゴミ捨てにも行けないってこと、あと子供が家でお留守番してる状態でスーパーの買い物もできないってことで、最悪それをして大きくなると条例違反になる可能性があるってこと？はぁ、まあでも通るわけないよねこんなのね。どこの家もそうしてるからね。これでもあれじゃない、自民党から怒られるんじゃない？何ふざけたこと埼玉でやってんのっつって。だってこれでまた荒れればさ、また自民党だってなるじゃん。自民党県議団でしょ。だって誰がどう考えてもね、意味わからんもんね。ゴミ捨てに行けないとか意味わかんないもんね。子供全員送り出さないとゴミ捨てられなくなっちゃうもんね。てかさ、でもさ、思うのがさ、なんでこんなことを考えたのかを知りたくない？逆に子供が家にいる状態でゴミ捨てに行くと何がいけないのって話じゃん。まあ、なんとなくさ、その子供をお使いに行かせるなってのはわかるよね。やっぱ治安の悪い地域とか。だけどなんか子供が家にいてゴミ捨てできないのはよくわかんないね。ひょっとして川口の移民でどこもかしこも物騒になってるんじゃないか。だったらさ、その分雇用を作ってさ、外に人立たせればいいじゃん。そんなのなんか一つ一つの家庭にこんなことしちゃダメって条例を作ろうとするよりもさ、例えばここに治安が悪いってなったらそこも雇用でさ、ガードマン立てたりとか、それはいいだけの話じゃないの。それも仕事じゃない。もう別にそこにお金使えばいいじゃん。なんでそんな一般家庭がさ幸せくるんだっていう話になりますけどね。母子家庭とかね、要するにシングルマザーさんとかシングルファーザーさんなんか何もできない。土地狂ったことをしようとしてますね本当にね。へー、さすがにお偉いさんたちがこんなこと考えると思えないんだけど、なんかあるんじゃないの。そう信じたいんですけどね。すいません、我が埼玉が驚かせるようなニュースで。すいません、埼玉ってもうほんとクソみたいな県でね、議員と県知事が入れ替わるようなね、選挙では投票率も少ないし、もう舐められてるんですよ偉い人に。自民公明共産って言ってね、まあ、最近維新も頑張ってますけど、もうずっと昔から変わらないし、投票率低いから決まった議員さんが決まったように受かるんですよ。大金星とかないですからね、どんでん返しもないですからね。何にも面白くないですよ埼玉っていうのは。水の流れない県です。ほんと滞ってる、ずっと詰まり続けてる、何の変化もない、だから偉いやつらがこういう調子こいてわけわかんないことしようとするんだよね。で埼玉県じゃない人たちが声上げてくれてるじゃん。まとめとか見てさ、おいなんだ埼玉大丈夫かっつって、おかしいよなってみんな言ってくれてるんですけど、埼玉県民の人ははぁって感じなの。だから変わんないの。周りの方が騒いでくれてんですよ。周りの方がね、いや埼玉おかしいんじゃないの、大丈夫なのって言ってくれてんだけど、埼玉県民がね意外とポーっとしてんだよね、みたいな感じ。だから好き勝手やられちゃうんだよね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you。
です。